こちゃんもプレティこんちゃゆずひこです。トントントンということでですね、ゆずひこ、はい、天才といえば誰を思い浮かべますか？まあ一旦俺は置いといて、シューベルト。おお、まあ音楽の天才まあ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 、まあ世の中にはねたくさんいますよ天才が。なんか例えば、はい、まあアインシュタインとか、はいはいはい、ビル・ゲイツとか、はいはい、まあいますじゃないですか。いますじゃないですか。まあそんなね、あなたもまあ天才の一人かもしれないじゃないですか。元はみんな凡人な人も多いわけですよ。ということで今回はですね、まあ自分が天才かどうかを見極める方法5選紹介していきたいと思います。爪を噛む。爪を噛んでる人はたまに見かけますが、なぜ爪を噛む人が天才かというと、それには理由が2つあって、まず1つが、爪を噛む人には強迫性障害が多いから。そもそも爪を噛む行為は一種の強迫性障害と言われていて、強迫性障害を持つ天才は多くいて、マイケル・ジャクソンとか生物学者のダーウィンもその一人で、爪を噛むことで自分の中のイライラを消化しながら新しいことを生み出していくというね、ことで爪を噛む人には天才が多いと。でもう一つ爪を噛む人に天才が多い理由がありまして、爪を噛む人には完璧主義者が多い。爪を噛んだり肌の一部をつまんだり髪を引っ張ったりして自分の不満を和らげることで完璧な状態を保とうとすることから、そのような行為をする人には完璧主義者が多いと。そしてその完璧さを求めること自体が天才の人の特徴の一つから、爪を噛む人には天才が多いということなんですね。ということで、ゆずひこはよくさ、こう顎の皮伸ばさん。それは違うよ。あれは何ですか？あれなんで伸ばしちゃうんじゃなくて押さえちゃう。押さえこうやってやるじゃん、こうやって。顎の肉が気になるけ。あ、押さえこうやって、あ、顎の肉がなかったらこんな顔ちっちゃいんやとか考えてる。でもこうやってこうやって伸ばすやろ、よくこうやって。伸ばしてないよ。伸ばしちゃうじゃん。抑えちゃうんや。あ、抑えちゃう。なるほどね。俺よくさ、でもあれやない。貧乏ゆすり。貧乏ゆすりするやろ、結構。うん、よく地震来たんかなと思ったら、お前の貧乏ゆすりなんよ。そんなでかくねえ。いや、揺れるんじゃん、ほら。うるせえよ、お前。ってことなんで、も僕も天才のね、かもしれない。違うやろ。ただストレスが溜まっちゃう人やろ。ということで、続いて。左利き。左利きは天才ってよく聞きますが、これは比較的本当らしく、その理由が、そもそも右利きは左脳が、左利きは右脳が発達していて、右脳は空間把握や情報処理能力を司っていて、数学の問題を解くときなどに右脳が発達している方が適してるんですね。なのでね、まあ、左利きには天才が多いと言われることが多いんですが、僕もね、ちょっと本当は左利きなんじゃねっていうことで、ちょっと左利きで、ちょっと今から絵描いてみようかなと。これでうまく絵描きちゃったら俺も左利き、まあまあ、イコールそうなのかな、俺イコール天才になるけ、俺天才になるっていうことで、ちょっとね、ちょっと絵描いていいですか。はい、じゃあどうぞ。できました。早っ左利きで絵を描いた結果、もうアインシュタイン描いてきました。もう今回天才ということでね、はいはいはい、こちらです。いや、似すぎやろ。いや、似すぎや。いや、待て、おい、なんかもう30分くらいかけて描いたのこれ。うますぎやろ。天才ってことでいいよ、これ天才やろ、さすがに。絶対先に描いちょったよ、お前。描いてねえよ。絶対、お前。天才すぎやろ。お前、前日くらいから描いちょったやろ、それ。これ左利きってことでいい。いや。ということで、これ左利きイコール、まあ、天才。まあ左利きイコール俺ってことは、これ左利きイコール俺ってことは、俺イコール天才ということで、天才ですね。部屋をふとした時に一気に片付ける人。何かの分野でトップレベルにいる人は過集中という状態になり得る人が多く、その状態に入ると周りの無駄なものが見えなくなり、その分野でハイレベルなパフォーマンスを発揮することができるんですね。まあそんな感じでね、部屋を普段は片付けないけど、まあやる気スイッチが入っても一気にバッて片付けてしまう人は、そういうね、過集中っていうね、状態に入りやすい人が多くて、まあそれが天才に多くいるということでね、まあ僕もまあその節がありましてですね。そうなん。ボーリングをやる時に、はい、僕結構ピンが止まって見えるんですよ。はい、ピンが止まって見えましてですね。はい、どうしました？いや、止まってるから、まあ、そのままね、まあピンが止まってるのそのまま狙い撃ちですよ。でそれでボール投げたら大体ガーターになるんですけど。おい、ガーターかい。ということでですね。
忘れ物が多い。こちらも先ほどと類似していますが、一つのことに過集中してしまう人に多いのが忘れ物で、周りが見えなくなることから忘れ物が多くなります。そんな人には天才が多いという特徴が多く、スケジュール管理にエネルギーを使うよりも没頭して物事を考えたいという人は天才タイプかもしれませんよ。ということでですね、まあ、ゆずひこさん結構忘れ物が多いわけですけども、はい、それで天才と思ってるんですか？いや別に自意識過剰ですけれども そんな思ってないけど別に、はい、まあここはちょっと僕当てはまりません。ああそうなん、あんま忘れ物しないですね。結構用意周到なんで、まあ、事前に結構ねあの考えるタイプなんですけど、とか一回ね通してみて不備がないかとか確認して結構行くんで、はい、まあ、そこはちょっと天才ではないかなって感じなんですけど、はい、まあ、続いてもちょっと僕当てはまっちゃいます。友達が少ない。天才にはある一定のなんで笑うの？いやいや意味が分かる。いや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 いいよ全然、はい全然僕はいいですよ。天才にはある一定の能力が優れている代わりに日常行動に欠けていることがある人が多く、自分の好きなこと以外には興味がないため周りから浮いているように思われて友達ができづらいことがあるそうです。まあなのでね、まあ天才は友達が少ない傾向にあるということなんでですね、はい、まあでもね、うん、世の中にはねいろんな人がいますからね、まあ受け入れ合って生きていきましょうよ、うん、まあ友達が少ない人がいたら声をかけてあげたりね、うん、そんな感じでね、まあ言っていけばいいと思います。まあということで今回ね天才に当てはまることを5つ紹介してきたんですけれども、はい、うち4つ当てはまった俺は天才でよろしいでしょうかね。あ、いいですか、はい、まあね一応僕ね今ね動画をねこうやって話してる最中にですね足左足でですねちょっと絵を描いてました。絵まして多分見えてないと思うんですけど、ちょっと見てなかった。ちょっとこの左足で描いた絵見せます。はい、まあ、今回ね先ほどねまあお題をねいただいていた、まあこれやらせなしですよ、うん、最初シューベルトって言ってたじゃないですか。言いましたね。そのシューベルト描いてきました。これ動画中にもうこれやらせなしですよね。いきます。これ左足で描いたシューベルトこちらです。どうですか？どうですか？すごいアニメチックやな。しかもちょっと上手いし。ということでこれでまあ天才が証明されたということでですね。ちゃんと上手いのやめて。まあこれからねもうこの天才の僕についてきてほしいということで、ぜひねあの動画これからもねよろしくお願いします。ということで今回はね天才に当てはまる特徴5選紹介していきました。ありがとうございました。ありがとうございました。